俺と西宮友達になれるかな。友達、いじめてたやつと友達。西宮には西宮のこと好きになってもらいたいよ。簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。ちなみに西宮、俺はさ、君に生きるのを手伝ってほしい。映画声の形。西宮翔子。ヤショウはさ、俺みたいなやつ受け入れてくれたんだ。ごめんね、小学校の時手話頑張ったんだね。いや、君はすごいよ。怖いかどうかは乗ってから決めることにしたの。ありがとう石田。